ポーター代表ということですけれども、大役ですよね、ちょっとね。そうですね、だから自分に務まるのかな自分でよ本当にいいのかなっていう感じです。皆さんどうですか。そうですね、嬉しいですねビールがお好きと言いましたけど、どのぐらい飲まれますか。それが楽しく飲める飲み方なので、この良いふにゃふにゃぐらいまでなんか萌さんいつもふにゃふにゃっとしてる感じがありますけど、はい、もっとふにゃふにゃに、そうですね、なっちゃう。やっと楽しいお酒が飲めるようになって、なんか子供も少しずつ大きくなって、手が離れるので、その時に一日の最後にお疲れプシュッっていうのがすごく幸せな時。瀬戸さんどういう時。そうですね、やっぱりオフの日の前の日とかは友達とちょっと飲みに行ったりするんですけど、やっぱり飲みすぎは良くないし、まあ、練習競技中なので、はい、あまり飲みすぎないようにしていただいて。飲んだらどうなるんですか。飲んだらでもあれですね、どちらかというと話を聞くような、はい、そうなんかこう騒いだりっていうのはちょっとテンション上がるぐらいで、はい、どちらかというと聞き手っていう感じです。脱いだりはしない。全くしない、はい、いつも脱いでる。そうですよねお二人は今回初対面。あ、はい、はい、どうですか、お互いの印象っていうのは。そうですね、なんか優しそうな方で、はい、水泳やられてたっていうのを見てびっくりしてで、4A 法を泳げるらしくて、すごくびっくりしました。萌さんがバタフライなんてイメージ湧かなかったですよ。そうでしょ、プールで私がバタフライをするとみんな引きますみたいな、笑ったみたいな感じで見られますけど。じゃあ水の中ではキレがある。そうなん、あ、上手ですね萌さんどうですか、瀬戸さんの印象。あ、もう本当にまだ21歳で、ね、もう私息子が今年5歳になるんですけど、もうどうやったらこんないい子に育つんだろうってずっとその眼差しで見てましたもうお母さん目線で、はい、ね、でももうスーツを着てても体の大きさが分かる。そうですね、結構詰め詰めで肩で合わせてスーツ作ると、こう袖が長かったりとか、こう丈が長かったりこっちが大きかったりするので、なかなかスーツ選びもすごく大変で、私服も結構大変です。いいですね、スーツ選びもね。私スーツ大好きなんです今日スーツの方いっぱいいるでしょ、はい、いいですねあんまりスーツ着ることないの、いつもパンツ一丁、パンツ一丁で水着一丁、はい、結構やっぱこう硬い感じ、なんか本当見慣れない感じがしたので、なんですかねそうですね、水着のイメージです。水着のイメージです。でも萌さんのサポーターは家族や友人にこう広めていかなきゃいけないっていう感じでしょうか、はい、どうですか、ね、田中さんとかに。そうですね、主人よりはお友達に勧めたいかななんでですか。主人は最近ね強くないんですよ。どちらかというと、はい、スイーツの方が友達に何ですか。そうですね、本当に究極のコクキレっていうキャッチフレーズなんですけど、本当にビール好きな方が驚くビールなんじゃないかなと思います、瀬戸さんはどなたに勧めたい。そうですね、やっぱ僕も普通に友達に勧めたいですし、結構コースが自分のライバルの萩野が、結構ビール自分より多分好きで結構ビール飲んでるらしいので、ちょっとコースにこれを教えて、まあ、お互いオリンピックでいい結果、いいパフォーマンスをお互いして、まあ、終わった後に乾杯できたらちょっと、すごいツーショットで乾杯ですよねでも本当にさっきちょっと死んで飲ませてもらった後に台に置いたんですけど、もう一回飲みたいなって、はい、思いました、はい、でも今回のこの、まあ、朝日坂
ドリームというタイトルですけども、うん、どうですか、もやさん、家族での夢っていうのありますか。さっきも話しましたけれども、うん、東京オリンピックを家族4人で応援に行きたいなと思います。うん、そういう空間でそういう話とかします。そうですね、絶対行こうねって話して、うん、で数えたら17日間とか18日間しかないんですよね、オリンピック。そうですね、で水泳競技は、7日間ぐらいあるので、ね、本当に短い期間なんで、ぜひ皆さん家族の思いで、オリンピック観戦がおすすめです。子供たちにもいい、そうですよね。でそこからまた、あ、この選手になりたい、大選手になりたいと思う子がまた次世代のオリンピック目指して頑張ることになると思うので、夢を背負ってるんだね。本当です ね、 ね、自国でやるオリンピックというのもまたすごいですね。あの日本人の皆さんが本当に間近で身近に感じるオリンピックだと思うので、まあ、そこで選手としてやれる可能性があるので、本当にしっかりと自分ができることは伝えていきたいと思います。お子さんたちは将来何をやってるの？そうですね、下の子は最近飛行機になりたいんですよ。飛行機になりたいのとか、ブーンってやってますけど。友恵さんのお子さんの。なれると思ってる、飛行機になれる、お笑い芸人になりたいとか。あ、なんかでも最近上のお姉ちゃんは、うん、主人に向かってなんか主人が何か話すと、なんでやねんって突っ込みに突っ込んでる。すごい、主人なんでやねんって突っ込まないのに、なぜかなんでやねんって突っ込んでて、それはあの才能があるのかなって将来楽しみにしてます。父と娘のかなりいいコミュニケーション。そうですね、はい。でもあのスイーツが好きで、やっぱ手作りで皆さん作ってるんですか。そうですね、でもね、あの人あんまりね、食べると食べるだけ太っちゃうんですよね。だからなるべくスイーツは与えないように。与えないように、はい。じゃあ 体重管理とかお前さんがしっかり。うん、あのそうですね、料理の家で食べられる料理は、うん、とてもヘルシーなものを出すようにしています。お父さんの体型とか。そうですね、やっぱり、うん、でも多少ないとも脂肪が必要ですね、は脂肪があると少し浮くので、まあ、またそれも絶妙なので、はい、でもそこまで気にせず、はい、でも栄養はバランスよく取るようなところがあります。合間にビールでプシュッと。そうですね、オフ、はい。今日ですね、同じ事務所のマトコの最高峰。あ、え、そうなんですか。うん、そうなんだ、おめでとうございます。なんか最高峰はどうですか。うん、そうですね、渡部さん同じ事務所の方なんですけど、まだお会いしたことがないので。でも本当おめでたいことだなと思います。やっぱり最高峰。うん、そうですね、次の質問でラストにさせていただきます。なんかこうやっぱ10月に結婚発表して、うん、どうですか、自分の気持ち的な4ヶ月。そうですね、穏やかな日々が過ごせて、本当皆様にはなかなか言えなくて申し訳ない。本当ね、いつもたくさん集まってくださったんですけど、何でしたか、やっと言える、何でもおっしゃっていただいて、何でも答える。本当ですか。だって4人で出かけるのがすごい嬉しいって言ってました。そうですね、どこに行きましたか。ね、うん、昨日も近所のレストランで4人で手つないで。4人で手つないで、はい、真っ暗からしますね。なんかハッピーで。そうですね、うん、私が3人が手つないで見てると、うん、傍から見ると子供3人に見えるんだろうなと思いながら、手つないで、主人も一生懸命手つないで、うん、はい、ではこちらで終了させていただきます。怒られるって言ってます。ね、お二人がキレのあるものを提供してるみたいな、キレないとね、困っちゃうみたいですね。
コクとキレのあるコンビです、ね、はい、以上でこちらで終了させていただきます。奥様としてあの勝田さん、以上で終了させていただきます。妹の戦ってこうどう見られますか？ありがとうございます。